1936年6月19日の日食は、1936年6月19日に観測された日食である。ギリシャ、トルコ、ソ連、中国、日本で回帰日食が観測され、ユーラシア大陸の大部分と周辺の一部で部分日食が観測された。ソ連、日本では自国と外国の科学者が観測した。中国では、 同位国境地帯だけで怪奇色が見え、しかも現地が当時満州国の統治下で、中国の科学者は国内ではなくソ連と日本で観測した。怪奇帯が通過した怪奇日食が見えた地域はギリシャ南部、トルコ北西部、ソ連南部、当時満州国統治下の中国東北部北部、日本北海道北部だった。また、怪奇日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、 ヨーロッパのほとんど、アフリカ北部、アジアの大部分、北アメリカ北部、太平洋北西部の島々だった。その内大部分の地域では、現地時間6月19日に日食が見え、北アメリカ北西部では、現地時間6月18日に見え、ビアクヤのあるカナダ北東部では、深夜0時をまたいで6月18日から6月19日まで見えた。 人口の少ない北極海沿岸だけで、回帰日食が見える1927年6月29日を除いて、これはソビエト連邦建国以降国内で見える、初の回帰日食。K28 のソ連国内の観測隊と、フランス、イギリス、アメリカ、イタリア、チェコスロバキア、スウェーデン、オランダ、中国、日本、ポーランドからの12の国際観測隊が、 ソ連で観測を行った。観測隊には370人の天文学者がおり、70人の外国人に対して利便性を高めるため、全連邦共産党は、鉄道と水路の運賃を50%削減する方針を発表した。現在のロシア科学アカデミーの前身である、ソ連科学アカデミーは、特別委員会を設立し、2年をかけて準備した。 政府は1934年、1935年、1936年に、それぞれ6万、36.5万、40万ルーブルの募金を集めた。レニングラード天文研究所の専門家は、直径100ミリメートル、焦点距離5メートルのコロナグラフを6台製造し、プルコボ天文台、シュテルンベルク天文研究所、全連邦天文と即地学会モスクワ司会、 ハルキウ国立大学天文研究所、バシリー・パブロビッチ・エンゲルガルト天文台、ウルグベク天文学研究所に配った。地上のほか、科学者は、気球と飛行機でも観測を行った。そのうち、プルコボ天文台と、その指名図観測所は3つの観測隊を派遣した。ソ連科学アカデミー、日食観測特別委員会委員長、ボリス・ゲラシモビッチ率いる隊は、 オレンブルク州アクブラクで、再送と公園の研究をした。ガブリール・チホフ率いる隊は前をオレンブルク州サラで、観測した。インノケンティ・アンドレビチ・バラノフスキー率いる隊は、オムスクで、コロナの研究をした。シュテルンベルク天文研究所の観測隊は、クイビシェフカ郊外のボチカリオフ村で再送とコロナの、スペクトル、コロナの変更、相対性理論から導かれた光が、 重力場で曲がる現象について研究した。ニコライ・パブロビッチ・バラバショフ率いるハルキウ天文台の観測隊はクラスのダール地方のベロレチェンスクでコロナの高度と変更、再送のスペクトルについて研究した。ジョージア国立天文物理観測所の観測隊はコロナの放射の研究をした。全連邦天文と測地学会モスクワ司会の観測隊は 標準コロナグラフ観測をし、全国のアマチュア観測もリードした。バシリー・パブロビッチ・エンゲルガルト天文台の観測隊は、現在のカザフスタンにあるコスタ内州の火山大学で、解説合詞を用いて、コロナの可視光線スペクトルの研究をし、標準コロナグラフでコロナを撮影した。ドナルド・メンゼル率いる24人のアメリカ観測隊は、プルコボ天文台の一つの観測隊と合同で、 国部落に行った。ジョルジオ・アベッティ率いるイタリアのアルチェトリ天文台の4人の天文学者は、プルコボ天文台のもう一つの観測隊と合同で、さらに行った。日本国内は、北海道に20の天文観測隊と18の地球物理学観測隊を派遣した。また、イギリス、アメリカ、インド、中国、チェコ、ポーランドの観測隊も北海道に行った。 成功した隊も失敗した隊もある。偶然で、江差シ郡の海沿いの村江差シ村は1896年8月9日にも、回帰日食が見え、多くの外国人科学者が訪れた。そのため、交通の不便にもかかわらず、京都大学大学院林学研究科附属花山天文台と中国の観測隊はそこで観測した。この回帰日食の観測のため、ホロノベ村に、 滞在していた長野県城諏訪町のアマチュア天文家、ゴミ一名は、前日の6月18日20時40分頃、村民に星座解説をしている際に、偶然ケフェウスザデルタ星の近くに神星を発見した。この神星は、第一発見者のゴミの名前を取って、ゴミ神星と呼ばれた。資金算天文台の建設が完了して間もない1934年11月に、 天文学者の航路は中国日食観測委員会を結成し、1936年と1941年の2回の回帰日食を観測することを提案した。委員会は蔡玄梅が会長を、航路が事務総長を務め、天文研究所のもとに設置された。募金で政府に計3万を要請し、イギリス、フランス、アメリカが、 孔子事変による賠償金で設立した孔子売償委員会から12万の補助も得た。中国でこの回帰日食が見える地域はすべて主要都市から遠い中祖国境地帯にあり、しかも当時は満州国島地下で、結局委員会は2つの観測隊を海外に派遣した。中国初の海外での科学観測だった。2体のうち1体は張玉明と李二人だけで、 ソ連シベリアへ行った。最初は天気の良いオレンブルク州へ行く予定だったが、結局天気と限られた時間のためハバルフスクを選んだ。二人は5月31日に上海から船で日本に行き、列車に乗り換え、鶴ヶ市で再び船に乗り、6月9日にソ連ウーラジオストクに着き、2日間の滞在の後6月11日に国際列車でハバルフスクに到着した。 コロナの撮影、日食時刻の測定、回帰食と夕暮れの時の空の高度の比較をする予定だった。日食当日、朝と正午は晴れだったが、午後の日食中空が雲に覆われ、夕方には大雨が降り、観測は成功しなかった。もう一体はあまり清少、陳下がう、すうただ死神、疑学等し、陳、評官6人で日本北海道へ行った。 6月3日に南京を出発し、6月8日夜に東京に着き、翌日北海道に向かって出発し、6月11日正午に江差市村に到着した。現地は1896年8月9日にも回帰日食が見え、多くの外国人科学者が訪れた。コロナの撮影、一般人向けの映画撮影、 1941年の回帰日食観測に経験を積み上げることが計画だった。日食当日、最初は雲があったが、回帰食の始まりの前に太陽が雲からで結果コロナの3枚の一般画像、1枚の紫外線、画像、3本の映画が撮られた。南京では部分日食だけが見えた。 観測する価値があまりなかったが、南京にとどまる高平こと、李明中は、事前の計算の精度を検証するため、日食の時刻を記録した。偶然で、ソ連の作家マクシム・ゴーリキーは、日食前日の1936年6月18日に死去した。葬式の日、全連邦共産党の機関紙、プラウダは、詩人、ミハイル・アルカデビッチ・スベトロフのゴーリキーへの死を、 掲載した。失意の夕暮れが日食を伴うという表現があった。ありがとうございます。